ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラムっていう。ルシス・チェラム。そう、実の弟に殺されたルシス王になるはずだ。今度かな、陛下って呼んでもらおうかな。偽りの王に使える気などない。あ、そう。じゃあさようなら。俺の望みは、クリスタルの力を得て真の王になったノクティスを葬ること。でも、あの子頼りないだろう。だから、もっと試練を与えないと。は？俺にとっては世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。使いこなせるわけないだろう。